を中心とした、作物のですね栽培が行われてまして、まあ、ちょうどこれからみかんオレンジのシーズンなので、まあ、そんなですね、そこで収穫されたよく残っていて、で、内戦の際、彼女はモスタルに、留まっていました。で、同じですねこのボスニア・ヘルツェゴビナの中でも内戦勃発に際しまして、もうこの国では生活するのも大変、生きていけないということで、海外へ、流出したですね人たちもいます。外国に難民申請をしてですねアメリカの方とか他のヨーロッパの国へ、移住した人たちも多かったんです。クロアチアの方に入りまして、これネレトバ川ですね。スムーズに国境も進みましたので、ネレトバ川、この川沿い走ってます。さっきからずっとネレトバ川沿いだったんですが、この辺りに来てだいぶ川幅が広く感じられると思います。これが本流、そして、この先幾重にも枝分かれして、で、これは肥沃な大地に恵まれていますけれども、ネレトバ川の川の水を引いてずっと奥まで水を通してるんですね。この先、ちょっと高台の方からこのネレトバ川のデルタ地帯の肥沃な大地の様子も見ていただけます。